so? Yes. You can ask me a very more specific question. Sure. Thank you.
I get it. Thank you. Dinner.
石岡君とダニエル太郎君、同じ時間ぐらいに試合始まったんで、結局相手を見てワオリンカよりモンフーズが好きだったので、ダニエル太郎君の試合見に行きました。結局フランス人3人に3連敗という結果でした。明日は宮崎ゆかりちゃんを応援しに行きたいと思います。ピース。今日からダブルスのタイプです。
Thank you, guys. がずっと固まっててフルマッチで見えることできなくて、結局穂積選手は見れなかったです。今 Day4 です。今日は日本人の選手の試合はシングルスもダブルスもないです。今ここでサバレンカの試合がやってるんですけど、グランドスタンドスタジアムの方でイスナーの引退試合かなになるのかな今やってて、その後に、ダニエル太郎くんを破ったモンヒューズ人気選手ですね、まあ、ダニエル太郎くん運が悪かったというかね、最初からモンヒューズに当たっちゃって、でこの今からある2回戦がダニエルも…あ、間違えた。今からある2回戦がモンヒューズ対ルブレブっていうロシアのトップ選手です。かなり混みそうなんでもう行きたいと思います。Big PSG likes getting new balls right now. Police are just not there.
Need to know.